それではミュージックグローブ続いてのゲストです。松尾隆さんです。よろしくお願いします。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 ありがとうございます。はい、隆さんは以前超特急として出演されて今回で2回目ということですね。そうですね、ありがとうございます。本当にこちらこそありがとうございます。2回目の出演ありがとう、嬉しいね今日はこうお一人ということなんですけど、なんかこうちょっと心境が違ったりするんですか？全然違うね。やっぱもう前回出させてもらった時やっぱこれプラス8人おるから、なんかちょっとやっぱ少しそのトークとかも安心してできる部分もあるけど、やっぱ一人で喋るのってね、ドキドキしながら喋ってるよね。いや私たちもすごい緊張しています。ね、ちょっと僕たちもドキドキお互いね、はい、ということでまずは、松尾隆さんの活動をまとめた VTR がございますのでご覧いただきましょう。どうぞ。はい、たかしさんは超特急のメンバーで2020年からソロとして活動もされていますけど、そもそもソロデビューをされた経緯というのは？超特急 の、まあそのボーカルとして十数年活動させていただいてて、ダンスボーカルグループだからできる音楽とその一人だからこそできる音楽っていうのもあるんじゃないかなっていうのも、まあその可能性として持ってたというか、ずっと、はい、いつかやりたいなっていうのはあって、あとやっぱりその一人でやることに対しての責任感とか、ボーカリストとしての厚みを持ちたかったからっていうのも一つとしてあるね。すごいかっこいい。いやいやもうやっぱ参考になりますね。ね、甘えてるからこそね、もっとなんか強くなっていきたいなっていうの気持ちもあるってことよね。ソロデビューをするときに、なんかその他のメンバーに相談したりとかってされたんですか？なんか結構その他のメンバーからも超特急とは別にちょっとやってみてほしいみたいなことはすごい言ってくれてて、そうなのよ。正直そのソロデビューしたい気持ちはあったけど、いやちょでもできるかなっていうちょっと不安もあったのよね。だけど他のメンバーがそれを背中をそっと押してくれたからこそ今は自分こうやって歩けてるんだなっていうふうには思うから。じゃあグループ活動ありきでっていう感じ？超特急っていうそのグループがあったからこそ今の自分がいるし、ソロデビューできてる自分もいるから、やっぱそこは絶対に何があっても忘れちゃいけないなっていうふうには思ってて、うんうん、かっこいい。すごい。ねえ、てかもうちょっとずっと気になってたんだけど、マイクさ、すっげえところで撮ってるよね。いやだから緊張しすぎて、だから素敵なことになんかもう緊張しすぎて、なんかあーもうマイクどころじゃなかった。高橋さんに向けて自分の名前を、ね、早く言ってよもう。あ、まあ素敵なお話が聞けたんですけど、ね、ソロ活動について今年の5月に約1年半ぶりに活動を再開されたんですよ。ライブミーツボリューム3という、ライブイベントがあります。それに出演させていただきまして、はい、超特急の活動っていうのも並行して活動しているんで、やっぱちょっとなかなかソロで活動できてなかったんですけど、1年半ぶりによりなんかその超特急とはまた違う松尾隆ならではの音楽をなんか届けれたような気がして、貴重な時間やったなというふうに思いました。超特急の活動でとってもお忙しいと思うんですけど、やっぱりソロ活動する時の時間とかって作るのもとっても大変だと思うんですけど。大変は大変やし、やっぱ覚えることとかもね倍にもなるけど、うんうん、やっぱそれがいつか超特急の活躍につながっていくってことを思うと苦じゃないし、だから大変だなってなんか思っちゃいけないなっていうふうには思ってるね。
かっこいい、やばい。すごい、死にます、やばい。休まれてますか、ちゃんと。あ、休んでます。全然休んでます。どうやって時間を作ってたりするんですかね。でもやっぱり寝る前とか、例えばお風呂入ってる時とか、そういう時って、まあ、間って生まれるやね。もう少しの時間でも5分でも10分でも生まれるから、その時間を、ほんの隙間時間を、そのソロ活動の時間に当てて、塵を積もめば、積もれば山となるみたいな感じで、塵積も精神でなんかやってるというか。いや、僕らあのグループの活動だけで結構ね、目いっぱいになっちゃうこともあるけど、やっぱりそのグループとソロでの活動で、その意識してることっていうか、心がけてることってあったりするんですか。結構グループがわりかし、その自分の立ち位置がいろんなキャラクターを見せれる部分があるからっていうのではなくて、もう一つその素の自分というか、でなんかちょっといけたらいいなっていうふうには思ってるね。やっぱ最初はやっぱその超特急っていうグループと差別化しようと思って、結構今よりも少し落ち着いた感じで喋ったりとかしてたのよね。だけどもうやっぱ活動していくうちに、やっぱそういう取り繕うこと自体がなんかちょっとなんか嘘になるなと思って、だからもう全然こんな感じで関西弁バリバリで喋ってんねんけど、なんかこんな感じの方がよりその自分のこと分かってもらえるなと思って、なるべく素の自分を出すように心がけてますね。ということで、まあ、たかしさんはその普段から SNS などを通じて、はい、まあ、世界に向けていろんな情報を発信されてると思うんですけど、あの今回は SNS に写真をアップする時のたかしさんの決め顔、決めポーズを教えてもらいたいと思います。グループがもう本当にそのたかしやでみたいな感じで、このポーズがもう決まりなのよね。これが決めポーズやねんけど、松尾たかしってこれ、まあ、おのずと封じられるから、まあ、これちゃうなと思って、はい、であんまり決めてなかったんやけど、まあ、その振り返った時に、まあ、その勝手に自分が、はい、あの松尾たかしの写真撮る時にやってたポーズがあって、じゃあということで、じゃあ改めてカメラに向かってそのポーズをお願いしてもいいですか。はい、あんままじまじと、絶対拍手じゃない絶対拍手じゃないよ、今の見て拍手ありがたいけどそう、なんかこれを取材していただいてとかの時に、その読者プレゼントでチェキ取りますみたいな時あるやない、はい、そういう時とかになんかやってたのよ。そうそう、だからこれが松尾たかしポーズになるんじゃないかなと思って、今後ちょっとこれやってこうと思って。お確かに結構自然体な感じで、超特急はこうやって横ピースで、うん、超特急ですってやってるけど、うん、まあ、これをこうするみたいな、まあ、超特急を残してるっていうのもあるのかなって勝手に自分で言い聞かせたりとかして今回たかしさんには2曲ライブパフォーマンスを、披露していただきたいんですけど、ありがとうございます。まず1曲目は、ソロという曲を披露したいと思います。はい、じゃあそのソロという楽曲でバズらせたいポイントは何ですか。この楽曲はですね、バウンディさんが作詞作曲をしてくださった楽曲なんですけど、まだそのバウンディさんが、活動をし始めた時ぐらいのタイミングで楽曲提供をしてくださったんですよね。貴重なタイミングで、しかも貴重な一曲をいただいたなっていうのが心としてあるので、これをちょっと今回は披露させていただけることは嬉しいなというふうに思いますね。それではバズりポイントにも注目してライブパフォーマンスをご覧ください。松尾たかしさんでソロです。続いてはこのコーナーです。超特急メンバーモノマネさあ、というわけで始まりました。番組出演が2回目となるゲストの方に必ずチャレンジしてもらっているモノマネ企画です。はい、はい、ちょ、必ずなんですかこれって。絶対いや、そうですね、必ず、ね、一応。あ、そうなんや、はい、一応一応そうなんやねということで、じゃあまずモノマネを披露してもらう前に、はい、実は今回たかしさんに見てもらいたい VTR がございますので、こちらご覧ください。何ですか。僕は、超特急のたかしくんの、声出しのちょっとモノマネをしたいなと思って。これか、声出し、声出し、はい、おおおおいや、やるけどね、やるけど、やるけど、やるけど、ここでやることでもないこれね、はい、僕見ましたよ、これ。お、あれ見ましたやってんなと思った。そうですね、せっかくなので本物の声出しをぜひ聞きたいなと思いまして。なるほどね、はい、まあ、これ実際あれなのよね、そのボイストレーニングのその発声法としてやってるやつで、はい、はい、じゃあそれではちょっと本物の声出しまで3、2、
1。すごい、そう、すごい。まずあの、うおーってやったと思うんだけど、はい、まずね、ここの丹田っていうところにね、はい、あのお腹に息を止めるのよ。じゃあで、そのまんま、おーおたけびをするみたいな、おたけび発声法っていうのを、はい、今自分がそのライブ前とか、それこそ歌を歌う前とかにやったりとかするのよね。そしたら、声が出しやすくなって、なおかつ声も枯れにくい、うん、そういった声帯を作ることができる。すごい。もう今はやてさんもね結構喜んでると思いますということで、じゃあまあ一回ね教えてもらったからね、はい、せっかくだから、はい、ちょっといい位置も一回マジでおたけび発声法やってみよう。やるぞ。丹田にはいはってやって、はそう腹筋に力入れる感じ。は顔も顔もだよ。そう、あのびっくり顔っていうのやらないといけないから。はっ、ひっくり顔すん。おお、おお、難しい。なんかあの拳入れるとき、あうみたいな。すごい。おお、え？でも近いね。待って、これ出来上がりになりたいかもしんない。どんくらい練習したらあの声量出せますかね。いやでもこれも本当に僕はもう 4,5 年ぐらいこれ続けてるんで、だからこそやっぱできるのもあるかもしれない。すごい。練習しておきます。じゃあちょっと次会った時聞くね。抜き打ちで聞くから。はい、ちょっとおたけびやってる。それはすてきね。じゃあちょっと本物が聞けたということで、うん、ちょっと今度はモノマネを披露していただきたいんですけど。モノマネね。あの今回誰のモノマネを披露していただけますか。はい、同じグループのボーカルである、はい、中也の、あのモノマネをしたいんですけど、はい、まあ、ちょっと結構マニアックなところ行くねんけど、はい、その中也が、まあ、そのいじられたと、いじられた時の返しのモノマネ。うんうん。3、2、1。おい、ふざけんなよっていうのをよく絶対追い始まり。あー、なるほど。そうなんだ。ちょっと甲高い声で、あー、そうそうそう、ちょっとだけ口が悪いっていうのが特徴。あー、なるほど。そうなんだ。続いてのライブパフォーマンスに行きたいと思うんですけど、はい、2曲目は手のひらという曲を披露したいと思います。はい、じゃあその手のひらという楽曲でバズらせたいポイントは何ですか。この手のひらっていう曲は、その僕がソロデビューをした時に初めて作詞作曲をさせていただいた曲で、はい、まあ、実際に僕の実体験を元にしたあの歌詞だったりとかもあの入れているので、はい、いろんな共感を得てもらえるような楽曲なんじゃないかなっていうふうに思うので、そこがポイントですね。はい、バズりポイントにも注目しながらライブパフォーマンスをご覧ください。松尾隆さんで手のひらです。